とこれ買いました。これ人気があるんですけどね、日産フィアレディ Z で、これは朝倉明夫のね、乗ってた湾岸ミッドナイトの朝倉明夫が乗ってた主人公の車なんですが、これが出てくるってことは近いうちポルシェの911のね、ものの島先生が乗ってるよね、車が出てくるんじゃないかなと、期待してるんですけども、これは日産フィアレディのフィアレディ Z でして、これは国産スポーツカーのバイオニアとして知られる仙台フィアレディ ST310SR311 に代わり69年11月でデビューしたもの。フレーム付きの、個性的なオープンスポーツからロングノーズショートデッキのクローズドボディに4人ストラップのサスペンションをつないだ現代的な GT へと180度に変貌を遂げたんですね。で、当社のラインナップは総力と共通の直力 SOC2000cc L20 スインキャブユニットを搭載した ZL とレーシングプロタイプ R380 ユニットを手選したスカイライン GTR と共通の S20 型を搭載した Z432 の3種類。ちなみに432とは1気筒あたり4バルブスレックスキャブレターに3個、チンカン、カムが2本というエンジンのスペックから命名されたんですね。また FRT パーのバネでボディを軽量化したレーシングベースの Z432R も少数が市販された。で、70年10月に 3AT 額を割り、翌71年10月に台米輸出専用だった 2500cc エンジン L24 を積む 240Z が登場。で、トップモデルの 240ZG には FRP 性能ズビースとオーバーフェンダー、アクリルのライトカバーを設置していた。だが、オイルショックのアンチの高性能ムードにあって73年中に Z432 と 240Z が消滅し、翌74年1月に登場したノンホイールベースの 2x2 ミータスミも含め L20 搭載しモデルとなった。で、75年9月にキャブレター AGI につないだりし、50年排気圧性走行、翌70年6年1月に51年排気圧性をクリア、同時に豪華版の ZT を追加した後、78年8月に、フルモデル展示された、車なんですね。で、これが S30Z でして、1969年から78年まで、結構ちょっと長い間ね、製造された車でした。で、当時は安かったんですが、Z が93万円で買いまして、Z432 でも高くても185万円、200万ちょっとで、買えた車でした。非常にこれが良かったですね。で、この後に2代目の Z が、FRDZ が出てくるんですが、初代と2代目ってちょっと見分けがちょっとつきにくくて、パッと見ると同じ形してるんだけども、微妙に違うんですね。で、前のこれが S30 の時は、このボンネットがこういうふうに、ラジエーターがこうあるんですけども、2代目になるとこのラジエーターの部分がこうなくなるっていうかね、シュッとしたデザインになって、ちょっと見えにくいところになるんですね。で、これがあって、これで朝倉明夫がね、漫画ミッドナイトで、漫画にもありますし、その漫画が好評だったので、ドラマ化もされましたし、アニメ化もされましたんだけども、この時代ってのはバブル絶頂期の時代ですね。バブル絶頂期の時に、実際こんなことはしてはいけませんけども、フェアレディ Z に乗って猛スピードで、首都高をガンガン走るというね、ことをやってのけて、でそれでいろんな数々のライバルをこう倒していくというね、ものになっています。なかなかいい仕様になっていますね。で、これはね、こっちのねものが開くんですよ。ユダイスの森さんという方がいて、その人がね、もうこれを買ってたんですが、これがですね、こうやってね、こっちから開くんかなと思うと、こうやって開くんですよね。で、こうやって開いて、こういうふうにエンジンまでね、見える。だからこれやっぱり人気があるんですね。確かに、朝倉明夫はよくこうエンジンを開けてね、で、そこからこう、エンジンなんかをね、よくいじくったりなんかしてましたからね。で、ノーマルですごい速さですから、すごい才能を持ってたんですね。で、高校生なんだけどね、朝倉明夫はね、高校生なんだけど、すでにこんなすごい車を手に入れて、で、これはもう事故る確率が多くて呪われた車だって言われてね、で、それで先輩がこれはいいね、解体の仕事やってて、この車はね、やめた方がいいぜって言ったんだけど、
でもそれでも乗ったんですね。で、その理由としては同じ朝倉明夫という同姓同名の方がいて、まあその人がまああるんだけど、まあその他代々朝倉明夫と同姓同名の方が、このフェアレディ Z に魅力を持ってで乗ってたんだけど、みんな事故を起こして亡くなったと。ね、大怪我をして、あげくの果てに事故を起こして亡くなってしまったっていう人が多くて。で、それでこれは呪われた車だから、まあたまにこういう車があるから、まあその車はもう完全にスクラップにした方がいいっていうことで、前のオーナーもそう言ってたことだから、まあスクラップにした方がいいって言ってたんだけど、いや俺はこの車で惚れたと、だからこの車をずっと乗り継いでいくんだっつって、乗ってったんですね。だから一時期スカイラインの兄ちゃんもね、 ER34 乗ってる兄ちゃんもやはりこういう朝倉明夫のフェアレディ Z みたいなところにこう思いがあって、で乗ろうとしたんだけど、現実的ではちょっと無理がありましたね。だからやっぱりそういうふうなことを考えると、やっぱり朝倉明夫ってすごいんだなというのをこうつくづく感じます。朝倉明夫がこれを確かに Z をテレビと乗り回した時も事故る確率の方がすごく多くておっかないぐらいでね、で多かったんですが、まあそれをこうブーってね、もうのあのの乗り回して、で高速をしかも命がけですからね。で、あんだけ大破したのに関わらずエンジンが奇跡的に生きてたということで、でそれでやってたんですけど、朝倉明夫もね、2つのバイトしてね、昼間はガソリンスタンドでバイトして、夜中には、あれですね、レストランというかお酒飲むところか、まあそういったところで、バイトしてるから。で、当時はバブルが絶頂期の時代でしたから、お金がたくさんあったんですね。で、ですから、まあこういう車をどん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 こう改造して、より速く走るようにできたということではないかなと思うんですが、今の若者だと、まあ厳しいですね。かなり難しいところなんですけど、まあバブル期の時代の若者だったからこそこうできたというところがあってね、なかなかすごいものがあったなという感じなんですが、まあ後に朝倉明夫がもうおじさんになってね、でそれでもう一旦このフェアレディ Z を引退した、もう Z に乗って公道を走り回るっていうのをちょっと一旦一時期引退したんだけども、でもそれでもまあその後輩たちがね、伝説を作った人だから、まあその後輩たちが自身またフェアレディ Z がこう走り回ってるところを勝負したいんだっていうことで、でそれでまた勝負をしたというところなんですけどね、確かそういうストーリーがあったんですけども、まあなかなかいいです。またね、その朝倉明の漫画もね、最近また購入しまして、で、まあ、ちょっと忘れたりしたりする記憶もあるので、またそういうものをもう一度見直そうかなと思ってね、その漫画なんかもまた見直してる最中なんですが、なかなかいいです。こういうふうにね、昔の車ってこういうふうにこっちから悪タイプもあれば、こうやって悪タイプもあったんですね。で、やっぱこういうふうに悪タイプの方がいいですね。前の方は悪とですね、この支えるところがすごい細い棒で支えてるんですよ。で、しかもこれが1本ね、支えてる車が多いので、非常に危なっこしいんですね。で、それこそこう穴があって、穴にスポンと入れて、それで支えてる感じですから、あれ非常に不安定っていうかね、危ねえなと思うんだけど、まあそれをこうね、こういうふうに開くっていう方がなかなかいいんじゃないかなというふうに思います。で、このフェアレディ Z はよくできておりますよ。こうやってエンジンもよくできているし、こういうふうなね、内装もよくできて、この紫色っていうかね、青紫にこう近いような感じで、そういう感じもよくできていて、なかなか妖気が漂ったね、感じがこう出ていていいなというふうに思う、そういう車でございます。どうもありがとうございました。